僕がですね、YouTube のコメントで、ちょっと喋ることなかったので、YouTube のコメントをテーマにして喋ろうかなと思います。で、まず下のコメントからですね、お疲れ様です。IKKO さんのブーストのかけ方、調整の数はすごいですね。そうですね、めちゃくちゃ挑戦しますね。で、ブーストのかけ方っていうのは、何か目の前に問題が起こった時もそうですし、何か目の前に、これちょっとやってみようかなと思った時もそうなんですけど、もう一気に、そこ畳みかけますね、僕は、性格上。僕のブーストのかけ方のおかしいところを一つ言いますね。これ笑い話でいいんですけど、僕欲しい服とか1個買って、これめちゃくちゃいいじゃんって思うと、3つぐらい買っちゃうんですよ。で、結局、飽きて、いらないってなっちゃうんですよ。それぐらい、ブーストをかけちゃうんですよ。ブーストっていうか、タッパかけちゃうんですよ。頭おかしいですよね、本当に。なんか、ジャージとかも、このジャージいいなと思ったら、なんか3つぐらい色違い買って、すぐ着ないみたいな感じになっちゃったり、それビジネスとかにも、でも、それが逆にビジネスとか、副業みたいな感じのものに生かされてるのかなっていうのは、やっぱり思いますね。それもある意味挑戦だと思うんですよ。自分の知らないことを、挑戦したりとか経験値を積むとかっていうことだと思うんですよ。だからそれがいい悪いっていうのはあると思うんですけど、でもやっぱり自分自身が動いてるんですよね、その分。動いてるからこそ何かしらの発見があるみたいな感じになってると思うので、それは別に良かったかなって思いますね、結局。で、自分の食い扶持がなんとかなった後、また資金的にも余裕ができてきて、その後も作業をし続けられる要因は何ですか？もうこの辺でぼちぼちいいかとなることはなかったですね。だからない、あるわけがないんですよ、これ実は。そう。あるわけがないんですよ。だって、例えば宝くじで1000万当たりましたってなっても、働かないと絶対お金なくなっちゃうじゃないですか。今の、例えば、YouTube とか、YouTube のチャンネルでもいくつか運営してますし、物販だってあったりとかしますし、あとはAI 関連のこととかも収入ありますし、でもちょっとでも手を抜いたら SEO 的にどん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 下がっていくわけじゃないですか。自分が何もやらない間、他の人たちがどん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 自分を追い越していくわけですよね。自分のコンテンツを埋めていきますよね、その他の人たちが。じゃあもし、じゃあ手元に1000万円ありますってなった時に、1000万ってとりあえず2年ぐらい暮らせるな、みたいな。で、気がついたらもう2年どころじゃなくて、例えばもう半年間でお金なくなっちゃいました、みたいな。で、そして、蓋開けてみたら、自分のコンテンツ、自分の今までの収入源が、もう他の人たちのコンテンツに埋もれちゃいました、みたいな。そうすると、収入源が昔の10分の1になった、みたいな、20分の1になった、みたいなことって、ネットビジネスだからこそあり得ることだと思うんですよ。だからこれが例えば毎月2億配当金に入れてて、毎月じゃない、2億配当金に入れてて4%で回しましたみたいな。そうすると税引き前で800円年間入りますってなったら、これってこのメッセージと通随このメッセージと一緒の考えになると思うんですよ。800万あれば、年間800万あれば、そうだな、食いぶちもあるし、資金的に余裕ができてるし、別に作業しなくてもいいかなってなると思うんですよ。でもそれって1億2億の話だと思いますし、1億2億をその配当金とかの投資に回した時の話になってくるわけじゃないですか。でも1億2億入れたところで、例えば手元にキャッシュがないとか、それが例えば楽天証券に入れてましたと、で楽天証券がすごくなんか状況がやばくなりましたみたいな。そうすると1000万円しか保証してくれないんですよ、銀行とか証券会社っていうのは。じゃあ、1億2億入れてたところで1000万になっちゃう可能性もあるわけですよね。もしかしたら100%その証券会社がなくなるってことは保証がないわけですよ。銀行とかがないわけですよ。みずほ銀行だっていろんなやらかしちゃってるじゃないですか。トラブルとかたくさんありますよね。だからそう考えたときに、自分の食い扶持になった後、資金的にも余裕ができて、っていうことは、ある意味これは幻想なんですよ。僕は全然そう思ってないんですよ。自分の食いぶちなんて明日消えるかもしれないし、資金も確かに
あるかもしれないですけど、でも結局何か銀行が破綻しましたとか、例えば今だったらそのネット自体が止まっちゃうみたいなことだってあり得るわけだと思うんですよ。要は銀行にお金を入れてるとか証券会社にお金を入れてるってことはある意味数字なんですよ、あれって。数字がもしリセットされちゃったらもう自分ゼロじゃないですか。でもそれってなきにしもあらず、あらず、なきにしもあらす、あらすだと思うんですよ。なきにしもあらす。なんかおかしいですね。そう。これがなんでそういうことができるかっていうと、まあ、変な話になっちゃうんですけど、世界には EMP 兵器っていうのがあって、電波とか、そういったものを遮断できる兵器っていうのはもう開発されてるんですよ、世界で。で、それを食らうと、もし日本がそれを食らうと、例えばもう ATM 使えませんとか、例えば銀行自体のそういった、要は日本の銀行ってもうおかしくて4桁なんですよ。たった4桁で4桁の暗証番号ですよ、今の時代。これってやばくないですかって話なんですよ。だって誰かのカードを奪って4桁の番号だけ分かればお金引き出されちゃうんですよ、この日本って。結構ガバガバだと思うんですよ、僕から考えると。まあ普通のこの時代に考えると。それで結構おかしいことで、で、もしそういったなんか、例えば EMP 兵器とかが、こう電磁波食らって、なんか、そういった、まあネットの中の情報が全てまっさらになりましたとか、っていうのも、ゼロではないんですよ。なんでかというと、そういった兵器っていうのはもう、開発されてて、あるんですよ、世界には。まあこういう、まあ調べてください、そういうのも実際あるので。だから、一寸先は闇なんですよ、実は。人生って。だから人生ってめちゃくちゃハードモードなんですよ。何が起こるか分かんないじゃないですか。だって明日僕事故るかもしんないし、体の検査行ったら何か病気になってるかもしれないじゃないですか。一寸先闇なんですよ、この今生きてることって。だからそこに、慢心しゃ、慢心、慢心？なんかもう日本語が最近母が欠けて、あんま喋れないんですよ。そう。だからそこに、例えば、じゃあ手元に1000万、2000万、3000万ありますってなった時に、あ、もうお金あるからいいや、みたいなことになっても、だからそれって宝くじで、例えば1億当たりました、5000万当たりましたっていう人って、どんどん破産していったりするじゃないですか。よく聞きますよね、そういった話。高額当選者ほど、なんか、もっと落ち目になりやすいみたいな話ってよくあるじゃないですか。それと一緒なんですよ、結局。そう。結局それと一緒で、だって、それだったら、もう世の中の、世界中の、まあ日本の経営者とかもそうだし、お金持ってる人ほど働いてるじゃないですか。よく見ると。例えば僕、両学長の動画とか、毎日見てるんですけど、あの人は多分もうファイヤーしてるし、めちゃくちゃお金あると思うんですが、それでもめちゃくちゃ忙しいじゃないですか。朝の7時、6時からライブして、で、いろんなところにコワーキングスペース作って、で、病院作ったりいろいろしてるじゃないですか。でもめちゃくちゃ忙しいと思うんですよ。めちゃくちゃお金になるのでめちゃくちゃ忙しいと思うんですよ。でもめちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。だからそこじゃないですかね、結局。そう。だから仕事っていうのもそうなんですけど、多分文面から見ると、ちょっと仕事嫌だなって思っちゃってるところってあると思うんですよ。例えば食いぶちがなんとかなった後に、仕事しなくてもいいんじゃないかみたいな文章、こう文章の転換すると多分そういう意味にもなると思うんですね。そう。なので僕は仕事だと思ってないんですよ。そもそも楽しいんですよ、今が。今っていうか、こうなれてよかったと思ってるんですよ、自分自身が。例えば10年前だと本当に僕夜勤とかやってたんで、田舎で。夜勤で僕テニスボール作ってたんで。夜中の12時半から朝の8時半まで参勤交代で、地獄でしたね、本当に。で、テニスボール作って、朝の4時ぐらいに食堂で休憩して、真っ暗の中。で、それでメザニュー見るんですよ。目覚ましニュース見るんですよ。まだ何歳だったろうな、あれ。多分19歳とかでしたね。で、メザニュー見て、で、食堂でね、A と B みたいな選ぶんですよ、どっちか。そう。その時って、僕もこのコメントの文章みたいな感じになっちゃうんですよ。
そんなに、例えばお金あって、まあ食いぶちがあって、まあ資金も余裕あるのに、夜勤して、その時の工場で働きたいかって言われたら、それは僕はやっぱ働きたくないってなるんですけど、でも、今、例えば、じゃあ2億ありましたと。で、2億で4%で回してて年間800万フローで入ってきますってなったとて、僕絶対に仕事してますね。間違いなく。だって、何もやることないですよ。じゃあ800万円で入ってきました。じゃあ年間じゃあ400万円で生活しますってなっても、何やればいいんですか、その空いてる時間。絶対暇じゃないですか。絶対つまんないじゃないですか。だったら、その分自分が稼げたことを発信して、なんか一人でも、なんか、そのためになったとか、例えば一人でもその価値観が合う人ができたとか、なんか、そういう行動できる人が増えたとか、多分そういった価値観で、両学長とかもやってると思うんですよ。だから僕もお金があったところで、やっぱり、逆にお金があったらあったほど忙しくなってるのかなみたいなイメージはしますね。でもそれは別に仕事だと思ってないから趣味みたいな感じになってるので、別にやってて苦じゃないですし、やればやるほど自分はやっぱり知識的にも成長してるので、まあそれは楽しいなっていうのはやっぱ感覚的にはありますね。だからまあ挑戦の数とかもそうですね。挑戦の数といえば、最近も何かしたかな？最近も、なんかしたかな？まあ、あんましてないかな？なんかパッて思う、でも1ヶ月にやっぱり2、3個新しいものをするって感じなんですけど、ああ、まあ新しい本を買いましたね。一昨日ぐらいに。メルカリで。そう。あ、昨日かな？それも新しい挑戦じゃないですか。で、全く違う分野の本。どっちかっていうと、そうっすな。運気みたいな感じの本ですかね。そう。なんかちょっと、運気みたいな話の本を買いましたと。まあ、それもね、そのジャンルに関しての、運気の中でもいろんな本があると思うんですよ。でも、僕が昨日買った本は初めての本だったんですよ、ジャンル的に。これって、新しい挑戦じゃないですか。新しい知識を手に入れに行く挑戦になるわけで、で、その新しく手に入れた挑戦っていうのは、新しく手に入れた知識っていうのは、これはインプットになりますよね。で、その本をそこを200ページ読みましたってなった時に、ここのワンフレーズ自分で取り入れてやってみよう、挑戦してみよう、これがアウトプットになるんですよ。だから、この挑戦の数っていうのは、ある意味インプットからしか生まれないので、それは今みたいに誰かの動画を聞くとか、YouTube を見てもいいし、本買ってもいいし、なんかセミナー行くとか。何でもいいんですよ。ブログ見るとか、サイト見るとか。SNS でもいいんですよ。Twitter 見るとか、インスタ見るとか。これ何でもいいんですよ。ある意味それも挑戦なんですよね。インプット。だから今までっていうのはこの、まあ、テレビだったじゃないですか。まあ、僕も昔思い出すと10年前とかって考えると、やっぱりほぼテレビの世代なので、やっぱテレビですよ。そうなると。テレビっていうのはもう受動的なものになるわけで、僕が子供の時によくやっていたことが、毎日テレビ欄を見るんですよ。で、見たい番組をチェックするんですよ。早めに。朝とかお昼とかに。で、そこで一日の夜のスケジュールが決まるわけですよ。7時にこれを見ようとか、8時にこれを見よう、9時にこのドラマを見よう、10時にこれ見ようみたいな。これって挑戦じゃないじゃないですか。ただの受動的に生きている。何も考えずに流れてくる情報に身を任せて生きている。で、そこには企業の CM とかが入ってるわけですよね。そうすると、ある意味今思うと、自分自身はテレビを見ることによってその企業とかの消費者になって、まあ、ある意味カモにされていたっていうこともなるとは思うんですよ。だって企業も CM をやるってことは、儲かってるから CM を打つ、CM をやれば儲かるから CM を打つってことになりますよね。だから完全に受動的な人生を送っていたっていうことになると思うんですよ。そう。なので、この辺でぼちぼちいいかとかなることはない、ないです。これ本当にないです。10年間副業やってきて1回もないですね。逆ですね。もっと仕事したいってなりますね。今も過去を振り返ると、多分一番やってるんじゃないかぐらいやってるんですよ。今日も、
朝じゃないよ、昼の12時半ぐらいにコワーキングスペースついて、今は撮影してるのが夜の11時なんですよ。その間ほぼほぼ仕事してたりとか、あとは気晴らしで散歩したりとか、ちょっと家に帰って掃除したりとかするぐらいなので、それぐらい仕事してるんですよ。で、今日も結局夜中の1時2時までいる予定なので、で、土日、今日土曜日なんですけど、僕土曜日とか土日に、これこれチャンネルのが10時半からよくやるじゃないですか、毎週1回ぐらい。あれを聞きながら作業するのが結構好きなんですよ。そう、これこれ聞きながら、あれって3時間ぐらいライブするじゃないですか。あれが結構ね、こう耳のお供になって、あれを聞きながら毎週1回作業するのが結構好きなんですよ。あ、今日これこれ始まるぞみたいな。そう、あ、今日プロターンの話かみたいな感じで。そう。で、今ちょうど11時になっちゃうので、もう30分ぐらい遅れちゃってるんですけど、ちょっと2倍速で聞こうかなと思ってますね。そう。だからたまにはそうやって息抜きもいいんじゃないのかなって思うのと、でも、例えばこれこれチャンネルを聞いても、めちゃくちゃ勉強になるんですよ。例えば、とつまちって言って、その知らん人から電話がかかってきて、コレコレさんが答える企画があるんですけど、動画の後編ぐらいに。で、これを聞いてると、あ、この人なんでこんな質問の仕方下手なんだろうなとか、もっと、わかりやすく伝えればいいじゃんみたいなとか、あ、こんなこと言ったらコレコレさんに失礼だなとか、僕そういった視点でも結構見るんですよ。エンタメ系の動画を見るとき。そう。なので、結構常に、その勉強するっていう意欲さえ頭の中に入れておけば、すべてが学びなんですよ、生きていくこと。すべてが勉強なんですよ。めっちゃいいですよ、それ考えると。それを常に考えながら、僕は、生きていくようにしてますね。コンテンツを見るようにしてますね。だからコンテンツっていうのはその人の作品なんですよ。これこれチャンネルの人、これこれが、ライブしますと、これ一つの作品じゃないですか。で、その作品を見にライブで10万人とか集まるわけですよ。これとんでもないことじゃないですか。でもそこにはやっぱり勉強できることもあるわけじゃないですか。そう。だから常に、勉強ですよね。常に勉強、インプットを頭の中に置いといて、誰かのコンテンツに触れる。それは誰かの思考に触れるってことなので。そう。誰かの思考に毎日、自分から触れに行くことによって勉強になるので、それが結局。で、そうすると僕も10年間こんなことやってるので、副業だけでも、副業だけっていうか、普通に会社に行かなくても生活できるようになったのって、やっぱりそういう考えがあったからっていうのはありますね。なんか今もまたプチプチ話しちゃったんですけど、長い時間。まあそうですね。まあそういったことになります。で、次ですね。いろいろ経験がないのでお話とても助かりますと。いや、ありがたいですね。だからその、感謝の言葉を言われるだけでもありがたいですし、例えば、じゃあこの小さな文章、例えば200文字ぐらいのことがまさか動画で返ってくると思わないわけじゃないですか。でもそれって自分が行動した、自分がアウトプットしたからこそ返ってきた。あ、じゃあもっと勉強しようってなるじゃないですか。だから結局自分がアウトプットしたことって自分に返ってくるんですよ。だから僕昔から結構コメントの、返信とか、リアクションっていうのを動画で撮ったりしてるんですけど、まさか動画で返ってきた、あ、もっと勉強しようとかってなるじゃないですか、気持ち的に。僕はなりますね、絶対に。僕は、あ、この人毎日動画見てたみたいな人がいて、あ、コメントしてみた、あ、コメントが読まれた、うわ、もっとこの人から勉強しても、この人からもっと吸収しようって僕はなりますね、って思いました。で、投資で話が来るのは基本的にあれして、あ、ここですね。まあ、投資の話もちょっとしてたので、まあ、仮想通貨はまだ歴史がすぐ手を出すのは多いですってことなんですけど、これは絶対出しちゃダメなんですよ。そもそも投資っていうのは、種銭がないと儲かんないので。だって100円で利回り4%も4円ですよね。1億円で利回り4%だったら400万円ですよね。っていうことは、お金持ってる人が勝つ世界なんですよ、投資っていうのは。そう。だから別に手を出さなくていいんですよ、投資なんか。最初は何をやればいいかっていうと、自己投資なんですよ。自分を成長させて、そこから、キャッシュを生むために、副業やいろんなビジネスを、とにかく出す気になってチャレンジすることなんですよ。で、これをやり続ければ、本当に10個に1個ぐらいは当たるので、本当、やめなければ。
じゃあ別に10個やって1個当たんなくても15個やって1個当たればいいじゃないですか。20個やって1個当たればいいじゃないですかってことになるわけですよ。で、僕だったらまあ本当に僕みたいな不器用な人間だったら10個やって1個当たればラッキーと思うぐらいなので、僕ですらそう思いますよ。で、その1個で残りの9個のかかった費用とか時間を取り戻せればいいよねっていう感じでやってるので、だから全て別に失敗ではなくて成功するための、選択肢をなくすための行動が消えてったみたいな感じですね。例えば残りの9個は。そうですね。で、前回のラジオもとても、まあこれラジオですかね。ラジオですよね、ほぼ。なんかスタンド FM とかもやろうかなと思ったんですけど、多分僕の影響力なんかじゃ多分全然伸びないだろうなと思って、せっかく YouTube がまあもうすぐ3500人とか行きそうなので、なんか3500人いった記念には、なんかまた1時間ぐらいのなんか有益な動画みたいな、まあ多分マインド系になるんですけど、やりたいなと思いますね。昔なんかやったんですよ。なんかやってよかった30選みたいなありましたよね。何でしたっけ？そんな動画が あったんですけど、なんかそんな感じの、なんか1時間ぐらい そのマインド系の話をしようかなと思ってますね。いや、人生の糧にいいですね 人生の糧にして頑張りますぐらい言ってもらえるのってめちゃくちゃ嬉しいですね。人生の糧にするんですかって感じですけど、いや、嬉しいですね、普通に。ありがとうございます。そうですね。なので、僕も、やっぱりいろんな人の YouTube であったりとか、いろんな人のチャンネルとか動画見てるんですけど、結構、両学長とかって、なんか、物語とか自分のこういう過去の話とかってしてくれたりするじゃないですか。お父さんがなんか、ああ、どうのこうのみたいな話とか、お兄ちゃん、お姉ちゃんがどうのこうのみたいな話とか、なんか、お金持ちの出会いがどうのこうのみたいな話とか、僕、ああいうのが結構好きなんですよ。なので、例えば、本当に稼ぎたいとか、例えばコンサルで稼ぎたい、スクールで稼ぎたい、とか、人を集めたいっていう人の動画っていうのは、基本的に、もう全テロップつけて、効果音つけて、例えば、無駄な話は一切しないみたいな。そう。稼ぐためのツールの話だけをするとか、稼ぐためのことしか話さないみたいな。ことの動画に溢れてるじゃないですか。今、YouTube とかもそうですけど。そう。でも僕はなんか、そういうなんかマインド系じゃないですけど、考え方とかに触れるのが好きなんですよ。そう、だから例えばこの方法、このプラットフォームでこの方法でこのツールを使えば今月に20万30万稼ぎやすいですよっていう動画とかって結構あると思うんですけど、でもそれって結構一過性のもので、例えば今プラットフォームとかのルール変更がすごい早い時代なので、じゃあそれがじゃあ、例えば翌月とか半年後にプラットフォームの変更で使えなくなりましたとか、もっと厳しくなりましたってなったら、あ、収入源なくなっちゃうってなるじゃないですか。でも、その人のマインドとか、その人の考え方に触れると、ある意味一生使える知識が手に入るんですよ。だから僕も例えば、まあ、常に勉強しようとかよく言ってることって、ある意味これって一生使えるじゃないですか。常に学んでいこうとか、常にアウトプットして、常にインプットしてみたいな、打席たくさん立って1個でもヒット出たらいいよねみたいなこと言ってると思うんですけど、それって一生使えるわけじゃないですか。なので僕はなんかそういう一生使える、なんか自分が買われたマインドとかっていうのがこう誰かに共有されて、その人がなんか前向きになんか楽しみながら副業できたらいいんじゃないのかなみたいな感じでやってる部分もやっぱりあったりするんですよ。あとも単純に自分自身が影響力ついた方が絶対に得じゃないですか、普通に。損得で言ったら得だと思うんですよ。それは間違いなく。いや、そういうのもありますし、で、喋るのも普通に好きです、はっきり言って。で、喋りとかも別に無限に喋れますね。2時間、3時間喋れって言われたら全然喋れますね。全然無限に喋れたりするので、それも勉強になるんですよ。喋りの勉強だったりとか、こう台本がない時に何か喋れるみたいなことっていうのもある意味勉強なんですよ。ある意味成長していくと思うんですよ。だ僕が多分 YouTube3、4年前に始めた時よりも今のが多分ペラペラ喋れてると思うんですよ。
これもやってよかったなってことになりますよね。それやってよかったな、イコール得なんですよ。じゃあ、損得で考えたときに、得になる行動だけを日々やっていれば、人生変わりますし、未来良くなるわけじゃないですか。じゃあ、例えば、手取り15万円でしたと。で、別に覚える知識も経験もありません。自分の、ネット資産も増えません、みたいな。で、時間だけが無駄に過ぎていきます、みたいな。で、ストレス溜まります。これ損得で言ったら損じゃないですか。僕は損だと思うんですよ。お金がもらえるからといっても、自分の一度きりの人生になった時に、それ損得ですかって言われたら、多分みんな損って言うと思うんですよ。別にやりたくない仕事をやって、例えば手取り15万とか、12万とか、20万とかになっても、それは、別にやればやるほど自分の資産が増えて影響力が増えて未来楽になるっていうんだったら得だと思うんですけど、そういうわけじゃないじゃないですか。ある決められた業務をして、そこに対しての時間労働のお金が、毎月入ります。で、時間だけが取って年だけ取ってしまいます。これ損じゃないですかって僕は思うんですよね。だからネットビジネスも副業もそうなんですけど、もう自分が得になる行動をはっきり言ってしてれば未来楽になるんですよ。だから勉強したら自分得になりますよね。本読んだら得になりますよね。いろんな人の動画に触れたら得になりますよね。だから未来楽になるんですよ。じゃあ仮に今ワンピースまたやってますよね。ワンピースを今1000話ぐらいありますよね。で今ラウンド3までやってるんですよ。3回目、3周してるんですよ。じゃあワンピース1回目めちゃくちゃ見てましたと。あ、2回目また始まったんだ。あ、じゃあもう1回見ようと。あ、3回目また始まったんだ、みたいな。あ、じゃあ3回目もまた見ようって。これ、人生変わんないんですよね、普通に。ある意味、時間だけ溶けてますよね。これ、損か得かって言ったらどっちですか？損ですよね。じゃあ人生変わらないですよね、ってことなんですよ。だから、すごい2択で簡単に言うと、本当にシンプルでいいんですよ。シンプルで考えると2択でいいんですよ。自分が今、日々やってる行動か、損なのか得なのか、これだけで自分が今やってる行動が得って思える行動を日々やってるのであれば人生変わりますってことですね。しかもそれを楽しみながらやっていれば、充実していれば得ですよね。人生変わりますよね。そう。だから最近なんかこう人生の話とかをするのを好きなんですよね、自分自身が。まあ、なんでかっていうと、結局人生一度きりなので、死ぬ時に何も持っていけないわけで、お金なんて持っていけないわけじゃないですか。物も持っていけないわけじゃないですか。もしあの世があるんだったら。それだったら、人生楽しんだ方が良くないですかって思うんですよ。じゃあ楽しむにはどうすればいいのって言ったら、自分が成長するしかないじゃないですか。勉強して、得な行動をして、人生変えていくしかないと思うんですよね。そう。だからこそ、挑戦もして、まあ仕事が趣味みたいな感じになれたら一番いいんじゃないのかなって思いますね。仕事が楽しいって思いますし、うちの親父とかはすごいあれなんですよ。あ、仕事大変だとか、仕事大変かとかすごい聞いてくるんですよ。いろいろ聞いてくるんですよ。なんかネガティブに聞いてくる人って多いじゃないですか。仕事大変だろうみたいな。で、うちの弟も兄貴も、えぐいぐらい働いてるんですよ。本当に多分12時間ぐらい拘束されてると思うんですよ。えぐいぐらい働いてて、それって、ある意味、時間だけが溶けちゃってるじゃないですか。いやー、だからえぐいなって思いますね。あと、この前なんかね、夏ぐらいなんですけど、ばあちゃんの一回一周忌行った時に、親戚のおっさんがですね、もう親戚のおじちゃんがですね、なんか僕に、なんて言ってきたんだっけな。なんか、いや、なんか一人で仕事してて安定なんてしないだろうみたいな、大変でしょうとか言ってきたことがあったんですけど、いや、逆逆と思って、もう何言ってんだこの人はと思って、わけわかんない会社で自分の大切な体を一生捧げる方が安定しないでしょって僕はこう思いましたね、頭の中で。だからそういうことを安易に言っちゃダメですよね。なんか
安定しないでしょうとか、って思いましたね、その時。いや、もったいないな、みたいな、発言がもったいないなと思いましたね、その質問された時に。いや、浅いなと思いましたね、質問自体が。いや、めちゃくちゃもったいないですね、そういった質問しちゃうと。だから否定から入ってるんですよね、そういった質問っていうのは。そう、だから肯定から言うと、例えば、一人で仕事してるんだ、すごいねってなるじゃないですか、普通だったら。そうそうそう。で、僕だったら、あ、すごいね、何やってるの、あ、それ面白そう、あ、僕もやりたい、教えてってなりますね。これが、そうですね。早めに成功する、早めに成功っていうか、早めに結果が出す人の思考だと思いますね。絶対そうですね。だって、副業で自分が知らない分野で稼いでってる人がいたら、教えてもらった方が得じゃないですか。絶対。だからなんでそれをプライド持って、言わないのかってもったいないと思うんですよ。僕もやっぱ普通に遊んで、まあ遊んでる友達はいないんですけど、まあ例えば、まあ知り合いとかもいるわけじゃないですか。何人も。それだったら、なんかこの稼ぎ方を教えてとか、あ、じゃあ一緒に作業しようよと言ったら得じゃないですか。僕だからそうしますね、逆に。それぐらいの多分スピード感でありますね。で、僕とは友達がいましたと。で、僕だったら多分、家借りて近くに。で、同じコワーキング借りて、あ、一緒に作業しましょうぐらい多分やりますね。そう、それぐらいのスピード感はやりますね、絶対に。だって得じゃないですか。だってご飯食べてる時にいろいろ話せるしまったとか。絶対得じゃないですか。そうそうそう。っていうことありますね。まあ、また長くなっちゃったので、まあそんな感じですね。まあまたよかったらですね、動画のコメントとか、そう、コメントとかも本当にいただければ、こうコメントで動画で返したりとかもするので、それ得じゃないですか。そう、結局得な行動してると人間変われるので、っていう結論ですかね。で、またよかったら、コメントとかお願いします。じゃあ、失礼いたします。